こんにちは、エナジーモータースタイルです。本日 KLX125 入荷しましたので紹介動画撮影していきたいと思います。まずカスタム点ですね。ハンドルと、グリップ、レバーが社外品のものになっております。で、結構磨いたのでちょっとカメラじゃ見にくいかもしれませんが、中古車両になりますのでちょこちょこ傷はありますが、まあ、比較的綺麗な車両かと思います。で、125cc の、オフ車ですね。全国的にも少なくなっておりますのでお早めのご検討お願いいたします。後ろのタイヤこんな感じですね。で、スプロケットに関しましてはだいぶ削れてますので、交換後の納車となります。当店では納車後1年もしくは今のメーター距離から1万キロですね、どちらか到達するまで長い保証期間つけておりますので安心してお乗りいただけるようになってます。はい、ぜひご検討お願いします。